はい、いつもありがとうございます。坂です。今回なんですけども、今回3月のバス釣りの攻略方法、コツとか考え方について徹底解説していこうかなと思います。まあ、ようやくね、冬を越えてもう春めいてきましたね。まあ、僕が住んでる地域でも、まあ、寒い日もあれば暖かい日もかなり増えてきて、釣りをしてても、まあ、服装に迷うみたいな、アウター着ていいのかパーカーでいいのかみたいな感じですね。そんな季節です。まあ、バス釣りも実質3月はシーズンインと言われてて、まあ、しかも2月中旬から3月下旬までは1年で一番岸にデカバスが入るシーズンと言われています。まあ、特にビッグフィールドでもそうですよね。リザーバだったりとか、まあ、琵琶湖もそうですけど、いろんな大きい場所でも岸に一番寄りやすいっていう季節になります。でもこんなに暖かいのになかなか釣れないとか、初バスをまだ釣ってないとか、まあ、冬の間バス釣り休んでたけど、まあ、そろそろ行ってみようかなっていうみたいに人もそわそわし始める季節だと思います。まあ、この動画ではそんな3月に必要な知識だったり、どういった考えを持っていけば魚にたどり着けるのか、何か一つでもヒントを得ることができる動画になっています。バス釣りジャパンチャンネルでは他にもバス釣り関係の動画を多数投稿しています。またシーズン月例ごとのおすすめルアーワームの投稿予定なので、ぜひチャンネル登録してみていただけると嬉しいです。では本題に入っていきます。今回はですね、5つの項目で解説していこうと思います。水温の変化の影響、スポーニングは、まあ、スポーニング産卵ですね。であと三寒四温の魚の動き、潮回りと月例、狙うべきポイント、それぞれ解説していきます。ちょっと以前出した動画と被る部分はあるんですけれども、まあ、今回そちらをちょっとまとめてという形になります。ではまず一つずつ解説していこうと思います。まず一つ目ですね、水温の変化の影響ですね。まあ、春ですね、特に3月から最も重要な要素となるのが水温です。なんで水温が大事なのかというと、まあ、水温のギャップがね、激しくなる時期になります。まあ、意外とですね、例えばすごい暖かい日だっても水温は低いとか、逆にすごい寒い日なのに水温は割と温度があるとか、この体感ではちょっと分かりにくいところがあるんですよね。まあ、なのでもちろん冬でもこう水温計って非常に重要で、もう毎回行って測るぐらいの気持ちで使ってたんですけど、特にこの時期はもう本当に必要になります。まあ、オールシーズン必要なんですけれども、まあ、特に状況判断をする上で欠かせないデータになると思います。まあ、1月僕が住む中国地方ではまあ完全に一桁台 で、2月も頭は一桁台かな。で、2月中旬からまあちらほらまとまった雨が降ることで季節が進行して、水温の10度前後を行って行ったり来たりしている感じです。で、現在ですね、3月の上旬なんですけども、今水温を測っているとまあ10度、まあ、超えてるか前後かぐらい、まあ、低いとかまだ9度とかぐらいなんですけど、まあ、基本的にやっぱりちょっと春っぽいこう水温変化になってます。で、外気温が結構20度とか、まあ、20度はちょっと言い過ぎなんですけど、まあ、15、6度、あったかいなみたいな、パーカーで全然過ごせるなって時でも水温は意外と9度だったりとか、まあ、そんな時もあります。なのでこんな感じで3月のはこの変化が一番激しい時期になります。つまりこのフィールドの状況もかなり変わりやすくなってきます。まあ、理想はですね、行けるだけフィールドに足を運んでもらって水温やこう状況変化を把握するのがこの時期は釣果に結びつくことが多いです。まあ、例えば魚が見えたりとか、ベイトが見えたりとか、餌ですよね、甲殻類系などいろんなもので、水中の動きがね、こう見える時期でもあります。なので、こう時間がなければもう1週間とか2、3日前後の天候だったりとか、水中の状況をある程度把握しておくのが必要かなと思います。その日だけじゃなくてというか、まあ、まとめると、もう3月は水温ベースに水中の魚の動きを把握していくのが近道になると思います。まあ、続いてですね、水温の続きにはなるんですけれども、春にはね、ブラックバスにとって大イベントである産卵ですね、スポーニングがあります。まあ、こちらはね、水温によって段階を追っていく形になります。まあ、今回はね、かいつまんでこう水温がどれくらいでどういった産卵行動を起こしていくのかっていうのを解説していきます。まあ、そんなことも知ってるよって人は飛ばしてもらって構いません。まあね、ちょっと簡単になんですけど、まあこんなちょっと雑に書いてるんですけど、まあこんな感じで、あのスポーニングっていうのは大体基本的には10度から20度ぐらいのこうスポーニングという一環のその春の動きに関する気温変化になります。なので、例えば10度で、その中でも10度、15度、20度、まあ大体の目安なんですけども、こちらが結構キーになってきます。まあちょっとまた、あの棒人間で書いてるんですけど、まあここが岸で、この水面があって、こう岩場があって、まあボトムにこういったって感じ。まあ例えばこれが1月だとすれば、これがね、例えば10度になった段階ですよね。10度を超え始めると、このディープ隣接のスポットが強くなります。まあ要するに、このボトムから、シャローに向けて、いち早くこう動ける場所。まあ、体力を使わなくて上がれる場所に対して動き始めます。まあ、こちらはもう2月の方でもまあ同じパターンでもあったし、もうすでにこう動いているパターンも、もっと先に進めるパターンもあるんですが、一応復習という形ですね。で、ここですね、オスとメスの動きが変わってくるんですよね。このままこう、例えば10度前後で安定しだすとシャローにこう上がっているんですけども、オスのバスっていうのは残らずにここにこう居続けることがあります。で、メスはね、下がったり上がったりを繰り返すんですよ。この降りたりボトム落ちたりとみたいな、行ったり来たりするのがメス。まあ、ここでね、オスとメスの変化が出ます。
なので結構こうプロの人とか上手い人でこうオスのバスを狙ったりとかメスのバスを狙ったりっていうのはこういう違いで狙ってるってことになります。なので今僕が住んでる3月上旬の季節で僕が通ってるフィールドであれば今現在こういう状況かなと思います。まあ、上がってはくるけど下がってもいるみたいな感じでこう繰り返してる感じですね。で今度ですね15度ですね。まあ15度ってなると多分3月の中下旬ぐらい、まあフィールドによって地域のところバラバラなんですけど15度ぐらいになるとハードボトムをね意識し始めます。まあ硬い場所ですよね。でそういったそのスポーニングをする場所ですね、そういったポイント周辺が熱くなります。でメスバスっていうのもサーモクラインっていうその水面から大体こうすごいこう日光が照っててバーっとこうなった時にこの50センチぐらいですよね、このここが50センチ約ですけどね、50センチぐらいすごい温度があったかいって時のこの中層ラインに魚がこう浮いたりするのがこの時期からだと言われています。なのでメスバスはそこにこう浮いてきやすくなるんですよね。で例えばこの状況でこのここにこう縦ストって言って杭があったりとかこういう場面があるとこれについてしっかりメスバスが沿って上がってくるみたいな。で例えばなんか狙う場所としては杭の周辺とか、まあ、そういうのが結構熱くなります。なのでここをこうレンジを調整していくって感じですね。まあ一応動きとしてはこんな感じです。なので15度を超えると浮いてるプリスポーンですね、プリスポーニングのバス、まあ、スポーニングの順番っていうのはまあプリスポーン、ミッドスポーン、アフタースポーンって形でこう最初とまあ産卵中と産卵後みたいな感じなんですけど、その最初のでかいプリのメスバスみたいなのが釣れるのはこういう時期だと思います。水温的にもそうですね。でこの後がですね20度ぐらい超えちゃうともう産卵行動に入ります。でオスとメスがこういった場所でペアリングをして、場所にあるんですけど、おそらくこちらは4月頃かなと思います。なんで3月で言えばまあ15度前後、要するにプリのメスバスを狙う時期っていう風に捉えてもらっていいかなと思います。でもちろんねこうサライケだったりとかリザーバーだったり河川だったり、まあ、例えば車でねこう10分程度行く距離の場所でも全然水温とか異なるので、地域のでも全国各地で早いところはもっと早くスポーニングが進むし、もっと遅いところはもっと遅くなるし、まあ、でしかも何回も繰り返すとも言われているので、この辺はね結構地域差かなりあると思います。なので、まあ、さっき最初に言ったように水温を測った上で今どういう状況なのかっていうのを把握するのが大事ってことですね。まあ、このスポーニングに関してはもうちょっと詳しくどんな感じで動いていくのかっていうのはちょっとゆっくり別動画で解説しようかなと思ってるんです。今ざっくりこのどういう動きになるかっていうのが分かっていただければいいかなと思います。まあ、なので3月中下旬ぐらいまではその15度前後でこういう動きになるよってことを覚えておけば問題ないかなと思います。はい、で次ですね、次三寒四温の魚の動きっていう感じ、項目ですね。まあ、ようやく春っぽくなってきたんですけども、まだ冬から春に移り変わる季節になっています。まあ、三寒四温ですよね。まあ、以前別の動画でも解説したんですけども、3日寒くて4日暖かい日が来るサイクルを繰り返しています。まあ、今体感的にも感じる人多いと思います。せっかく暖かくて春っぽいなと思ったら急に寒くなったりみたいな、まあ、この感じがやっぱどんどん春へ進んでいくって感じですね。でそれに伴ってこうでかい体力のある個体ですね、さっきみたいなメスバスみたいなやつは、少しずつ動き始めて活性は高くなっていきます。でその後からさっきの弱いやつですよね、あんま体力がないやつはその後から追従して、行動し始めるってパターンですね。でここでポイントなんですけれども、まあ、勘違いされる方も多いんですが、まあ、例えば先週暖かくなって釣れましたよっていうところでいい個体、でかい個体がいいスポットに、まあ、例えばですねこう先週ねここ釣りしててこのシャローポイントですね、めっちゃいいやつかけたとするじゃないですか、でかいやつ釣れましたってなって、で勘の戻りで勘に戻って、じゃあそいつはこう下にこう下がってしまうのか、ディープにも落ちちゃったよみたいな感じにこう思う人多いと思うんですけど、実は結構落ちずにこういう体力のある魚っていうのはここに居続けることがあります。なんで勘の戻りがあってもまあ戻ったとしても若干レンジが下がるとか動けなくなるとか、まあ活性が低下するっていうのが一番多いですね。なので例えばその以前釣れてるワーがすごい強気なるワーでより活性がある魚に対してアプローチしてて食ってきたんであれば、でもう一回通しても全然反応ないであれば、場所は多分間違ってなくてもルアーチョイスを変えてあげるだけでこの魚は反応するっていうこともありえます。でまあレンジが下がったりと場所を狙うとか、放射冷却を避けるカバーですよね、例えばウッドチップというかゴミが溜まってる場所とか、オーバーハングがあるとか、まあいろんなこう放射冷却を受けて水温の変化が少ない場所にこう入って待機してるっていうこともあります。なんでそういうところを狙っていくのが一番いいんじゃないかなと思います。まあこんな場合はやっぱフィーディングの時間ですよね、朝の朝マズメとか夕マズメとか、まあ、そういう場所をこう狙っていくのがいいのかなと思います。で逆に言えばそのまだこの時期であると体力のない、活性が低い魚っていうのはまだ動きが鈍いので越冬場にいることがあります。例えばボトムの水温が安定する場所だったりとか、まあ、そんな感じの段階かなと思います。でこの繰り返していくことにさっきの水温で解説したスポーニングに移行する流れになっていきます。
で次ですね、次は潮回り、月齢についてですね、まあ、こちらね3月も非常に重要になります。まあ、潮回りのタイミングというところですね。まあ、大潮でね、こう産卵をするって言われてて、まあ、月の引力ですよね。潮汐というか、産卵が強く影響していると言われています。で、大潮の前に、こう結構食いが良くなるとか、まあ、いろんな説があって、この辺で結構明確になってない部分は多いんですけれども、まあ、いずれにしろ大潮で、こう動き始めるっていうのは、もう間違いないというか、動くのは間違いないと思います。ただ、こう、スポーニングに入ると、スポーニングはさっきの水温と照らし合わせてもらって、スポーニングのもう時期に入ってるって時は、大潮になるとバスは産卵行動にこう集中するんですよね。なので、捕食行動よりは、産卵に対しての動きをし始めるので、その辺はこう、杭が渋るってこともあり得ます。ただ、正直、この3月であれば、むしろ引力の関係で好条件な場合も多いです。僕は以前こう動画出した、根こそぎで釣った動画ですよね。あの時も大潮。で、まだ全然産卵多分絡んでないってところだったら、もう魚の動きが明らかに違ったし、その前の日からやっぱ動き違ったんですよね。で、その後に数日、こうフィールドの状況を見に行ったりしたけど、まあやっぱ変わってるんですよね。なのであの時は多分結構スペシャルな日だったんじゃないかなと僕は個人的に思います。まあ結構水温で言うとまあ20度前後にならないと、この潮の影響はそこまで大きくないかなと思います。まあ、フィールドによってやっぱ差はあるので、場合によってはこう大潮の影響が出る可能性はあるので、そうなると、大潮の前の若潮とか中潮のタイミングで狙っていくのがいいですね。で、3月の大潮っていうのが、もうざっと紹介すると、8から11ですね。日月火水と、23から25月火水。これが大潮なんですよ。なので、このタイミングであれば、もしかしたら魚が動いている可能性があるし、すごい先に進んでいる状況であれば、スポーニングに入っている可能性もあります。で、あとはですね、この条件を踏まえた上で、これだけじゃどうしても魚は絞れないので、天候だったりとか、風だったりとか、まあ、その辺がどう重なっていくのか、まあ複合要素ですよね。いろんなところ重なった上で条件合わせて、こうルアー展開していって、合わせていくというのが一番好ましいかなと思います。では最後に狙うべきポイントですね。狙うべきポイントっていうのはやっぱり先ほど言った複合ポイントですね。まあ冷え込みが抑えれるとか、蓋ができる場所、まあ落ち葉が堆積している場所とか、まあそういうちょっとやっぱまだ温度をしっかりそのコントロールできる場所っていうのがやっぱ重要ですね。まああとはディープ隣接もそうですね。ここはもうまあこの時期ずっと結構暑くなるので、まあ冬からまあ2月にかけて狙ってほしいポイントなんですけど、そこに入る回数も多くなります。まあ、そういった場所にはね、小魚とか甲殻類系も入ってますね。やっぱ僕が行くフィールドでもカニとか結構泳いでたんですよ。そうなんで、全然ねそういうでかいやつは多分絶対買ってくると思うので、そういうやつを狙ってほしいかなと。まあこちらがこうそういうルアーをイミテートさせて使っていくのがいいのかなと思います。で、あとは日中がポカポカしていると、まあ魚は必然的にこう浮きやすくなるので、まあサーモクライン周辺ですよね。さっき紹介したあのサーモクライン周辺を狙ってあげるのも非常に効果的です。まあルアーレンジを合わせてねこう狙っていくっていうのもこの時期非常に重要だと思います。まあ、あとフィールドにもよるんですけれども、雨の影響とか水温が上がることで濁りが発生する場所って増えると思います。まあ、そういった場所はもう良くない水っていうのもまああるんですよ。白カキとか、まあ、そういうのは活性が下がる可能性はあるんですけれども、まあ、基本的に例えばクリアだったりとか、あの冬場にすごい透明感も増しててとても釣れる気しない、魚も見えないしっていうところにガーンとこう濁りが入るともう圧倒的に騙しやすくなるので、もうそういう問題は結構要注意か要チェックかなと思います。あとはね、こう冬動いてないこともあるので目が弱ってるっていうことがあるそうです。なのでこうボリュームがあってできるだけ動きがゆっくりなもの、魚自身も目がこうぼやーっとしてるのに、すごい速いものとか、ちっちゃいものが動いても気づきにくいんですよね。なのでその辺ボリューミーなものでしっかりゆっくり引いてあげるのが一番大事かなと思います。まあ、これも水温に変化して合わせていってくれるのがいいですね。で、もう一つは風の当たる北側の岸側っていうのも狙いどころです。まあ、日照時間が長くてこう水温も上がりやすいし、捕食行動もしやすい。で、風でここ水がやっぱこう動く、酸素の量が増えることでベイトもこうやっぱ動き出すんですよね。小魚とかいろんなものが動く、それが、風でこう寄せられるんですよね。ダーッとで寄せられて、その固まってるところにじゃバスもその入ってくるみたいな感じです。まあ、この図で言うともうガーガー入ってたらこういうところにこう溜まっちゃうんですよね。なんでそうなると魚は必然とこう餌を取るためにここに入ってくるみたいなパターンになりますね。まあこんな感じでこう、まあ、自分の海洋フィールドとか、まあ、新しくちょっと行くフィールドに関してこうポイントを押さえておいて、ここは暑そうだなってところを、まあ、結構粘ったりするのも結構暑いと思います。はい、まあこんな感じですね。以上ポイントを押さえていただければ、まあ、自分の海底フィールドの魚の状況を把握することができると思います。まあ、3月は中旬くらいまで、まあ、2月を引きずる可能性も高いので、まあ、2月の動画もあの僕投稿しているので、そちら見ていただけるとまたこう判断できる基準になるかなと思います。まあ、いわゆるねこう春爆っていうやっぱあるじゃないですか。バス釣りしてる人からすると春にもう爆発的に釣れるみたいな、
ケースってあるんですけれども、まあ、そういうのって結局魚の状態がバッチリで、しかもエリアもバッチリでルアーが揃った時に起きると言われています。なので結局そういう状況が作りやすいパターンを見つけていくというのが一番強いかなと思います。ただまあ春バクってなかなかもう難しいし、僕も正直あんま当たったことないので何とも言えないんですけど、ただまあそういう時期であるっていうのを認識すればやっぱ気持ち的にもこう釣りに行きやすいし狙いやすいかなと思います。まあ途中で解説したんですけども、できるだけこうフィールドで通って水温だったり変化を把握するのは非常に大事だと思います。まあ、例えば魚が回遊しているのを見つけるだけでもかなり価値があると思います。もう正直僕も毎日こうほぼ毎日釣り場に行ってるんですけど、もちろんその他にもすることがあるし仕事もあるので、ただこう水温だけ測るとか水の色具合を見るとか、まあ、それだけでも全然変化変わるんですよね。例えば3日前はこうだったけど、当日釣り行くときはこうなってたっていう状況の変化が分かるじゃないですか。そういうのが結構判断のこう基準になったりとかするので、ぜひぜひその、まあ、釣りがなかなか難しくても竿を振らなくても状況を見に行くっていうだけでも価値はある時期だと思います。まあ、あとはね、もし釣れなくても今回解説した状況を照らし合わせれば次につながる情報が抽出することができるかもしれないので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、こういう水温だったから、魚は動いてなかったとか、水温がこれぐらいだったから、まあ、スポーニング入ってないし、まあ、動かなかったとか、まあ、いろんなこう条件を踏まえていってこう消去法でどんどんこう手順を減らしていって当て込んでいくっていうのが一番いいかなと思います。まあ、こんな感じで3月を攻略していただければ、もし釣れなくてもレベルアップするし、いい魚に出会える確率を上げてくれると思うので、まあ、一緒に頑張っていきましょう。まあ、僕もできる限りこう現場に出て釣りができなくても状況把握に進めてまた共有できればいいかなと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。またおすすめのワームとかルアーについては別の動画にしようと思うので、ぜひよろしくお願いします。はい、では今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。バイバイ。